皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新田です。前回ですね、プチプラのリップケア用品ご紹介したんですが、今回はデパコスの、リップケア用品をご紹介します。プチプラもね、もちろんいいんですけれども、デパコスの良さといえばもう何回も言いますが、そのメーカーの秘伝のタレが、入ってるんですよね。でもちろんですけれども、このリップケア用品にもしっかりとその各メーカーさんの技術だったり、独自の秘伝のタレがしっかりと入っていくものを紹介しますので、最後までご覧ください。まず最初はですね、こちらです。シャネルイドラビューティーリップバームになります。そう、なんかバームなので、こういうふうにジャータイプっていうんですかね、こういった感じで、ポーチの中にも入れておけるようなタイプになります。でこれシャネルのイドラシリーズっていう、保湿の、化粧水とか美容液とかクリームとかってあるそのシリーズがあるんですが、このリップケアにはこのイドラシリーズに配合されている秘伝のタレ、その名もですね、カメリアアルバ PFA というものが入っています。皆さんね、シャネルの商品、化粧品だけじゃなくて、何かこうバッグだったりとか買ったことがあると、カメリアって言ってお花がついてくるの分かります？そう、シャネルってそのカメリアをすごく大事にしている、ブランドなんですね。でそれはファッションだけではなくて、ビューティーの方にも受け継がれていて、カメリアっていう、要は椿の一種になるのかな、それをしっかりと研究して、でそこから抽出したエキスがどういう成分があるかっていうのをすごい研究しているブランドでもあるんです。この成分がどういうふうに効くかというと、一言で言うとズバリ保湿なんですよ。この成分がどういうふうに保湿に効くかというと、いろんな難しい基準があるんですけれども、要約して言うと、細胞と細胞を、くっつけていて、バリア機能の要である、細胞間脂質っていうものを増やして、でバリア機能を正常にして、でかつそこに水分も入れ込むっていうことになるので、こう唇自体が、強くなるっていう言い方をするとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、荒れにくくしていく、もう唇自体を元気にしていくっていうような発想を持っている、バームになります。同じラインとはいえ、美容液とかね、クリームに入っているような、この特殊な成分がしっかりとリップケアにも入ってるっていうのはすごく魅力的な商品だなと思っています。続いてはこちら、ヘレナ・ルビンスタインのリプラスティ RC リップソークになります。これはね、ちょっとどういう形状かっていうと、こういうふうに、こういうね、スポンジがついていて、こう中はこんな感じで、ちょっと穴が開いてるんですけど、ここにこう浸して、ここにオイルが出てくるので、それをここのスポンジについて、それをこう直接塗るっていうような美容液リップのケアの製品になります。でこちらのリプラスティのすごいところはやっぱりオイルコンプレックスなんですよ。このリプラスティはさっき言ったね、オイル状ですって言ったので、もうなんとなくお分かりかもしれないんですけれども、実はこのオイルっていうものにこう秘密が隠されています。で7つのオイル、厳選したオイルをしっかりと、混ぜ合わせることによって、こう、膜を張るというんですかね、唇ってやっぱりこうカサカサしたりとか、こう水分が逃げやすい場所なので、その、膜を張ってあげるということが一つで、もちろんそのオイルで膜を張るだけじゃなくて、こちらにはですね、ちょっと難しい名前なんですけど、サロチロイルフィトスフィンゴシンと呼ばれる抗炎症作用が入った成分が入っているんです。これによってですね、こう唇ってこう舐めてしまったりとか、乾燥で結構こう刺激が与えられる場所ですよね。唇ってすごくデリケートな作りをしているのに、舐めてしまったりとか、乾燥でカサカサしたりとか、いろんな刺激を受けやすい場所なので、その刺激を受けて、炎症が軽く起こってしまったものを抑えるっていうのがこの成分になるんです。であともう一つは、エイジングケアといって、フィトスフィンゴシン誘導体というものも入っていて、これ自体が、結構唇をこうふっくらさせるような成分なので、もちろん、膜を張るのでね、こうツヤっとした肌になる、で唇自体をふっくらさせるっていう効果が期待できるリップになります。使い方としてはもちろん毎日塗ってもいいんですが、寝る前の、なんていうんですかね、唇のケアとして寝る前に塗るっていうのがこのおすすめの使い方になります。続いてがこちら、エスティローダーピ
ュアカラー塩ビスムージングスクラブになります。でこちらどういうふうスクラブっていうぐらいなのでちょっと出すとあのスクラブがあるんですね。これで毎日というよりは週に何回かこのスクラブをかけることによって唇をケアしていくっていう商品になります。以前アップした唇の真実っていう動画でですね、実は唇がカサカサしやすいのは若い人、唇のくすみとかが気になるのはちょっと年配の方っていうお話をして、それはもともと唇というのは角質がすごく薄い場所なんだけれども、年を取ることによって角質が少し厚くなるので、それでそういった差が出るよっていうことをお話ししたと思うんですね。なので若い人だとそこまで必要じゃないかもしれないんですけれども、やはりある程度の年をいって特に唇のくすみが気になるっていう方はですね、やはりこうある程度角質ケアをしてあげるということはすごく大事なことになります。なので私はね、あんまり他お顔でこう刺激を与えるのはあまり好きじゃないんですけども、唇ってそんなシミになったりとかはしないし、あとはこのエスティローダーさんのに入っているこのシュガースクラブっていうのがですね、すごく何ですか、細かいんですね。なのでそこまでゴリゴリゴリってしなければ、そこまで刺激にならないと思います。まあ、それもこのエスティローダーさんのならでは の一つなんですが、でもう一つしっかりとこの角質ケアをした後に、こちらもですね、エスティローダーさんの他の美容液にも入っているアドバンスモイスチャーコンプレックスっていうヒアルロン酸の成分をこちらにも配合してるんですよ。なのでスクラブでちょっと角質ケアをした後に、そこにしっかりと保湿成分も入れてあげていることができる商品になるんですね。なのでこちらは本当に、唇のスペシャルケアとして週に1回とか、そういった頻度で唇のくすみとか、あとね軽い皮むけ、血が出てるような皮むけじゃなくて、ね、ちょっと皮がむけてるよっていうような感じの方には使ってみるといいんじゃないかなと思います。いかがでしたか？これね、このデパコスのこの3つ、もう本当に唇ケアにしてはもったいないっていうような美容液にも入っているような成分がそれぞれ入っていますので、本当にスペシャルケアというか、これを使っているとなんとなくこうテンションが上がるようなリップケアになります。日々のケアもそうですけれども、唇のスペシャルケアというのには効果が期待できる3品かなと思います。いかがでしたか？このチャンネルではこのように美容や健康について皆さんに分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。では皆さん、次の動画でお会いしましょう。さようなら。